ホワイトシティ駅は西ロンドンホワイトシティ、ウッドレーンに位置するロンドン地下鉄のセントラル線の鉄道駅である。1947年開業。トラベルゾーンに位置する。当駅で都心側から来た列車の運転士が変わる。1947年11月23日、セントラル線の旧ウッドレーン駅に変わり開業。当初は1938年に着工し、 1940年に開業予定であったが、第二次世界大戦の影響で延期され、戦後の開業となった。駅舎は1951年に英国フェスティバルでデザイン賞を受賞し、記念碑が駅舎正面横に設置されている。セントラル線の西部地上区間の中では一番都心寄りの駅で、東駅より都心側でトンネルに入る。この駅の前後区間の線路は、 右側通行になっているが、これは、シェバーズ、ブッシュ駅側に、かつて存在した、旧ウッドレーン駅に、半時計回りのループ線が設けられていたことに、起因するもので、旧ウッドレーン駅以への延伸開業時から、右側通行であった。当駅は2面の島式ホームで、抽選1本を挟む2面3線の構造の、地上駅であり、抽選である2番線と3番線の線路は共用と、 なっている。イーストワクトン駅寄りに引き込み線が一線ある。シェバーズ、ブッシュ駅寄りにウッドレーン電車区がある。2008年未来へ向けて近代建築遺産を守るための改造工事が行われ、2009年に2009ナショナルレールウェイヘリテジアワーズを受賞した。当駅の全国区間は右側通行となっており、イーストワクトン駅側に上下線を入れ替える。 立体交差設備が設けられている。同様に、シェバーズ・ブッシュ駅よりにも同様の設備がある。引っ込みセントウッドレーン電車区には、どの線路からでも入れるようになっている。シェバーズ・ブッシュ駅、ホワイトシティ駅間は、電車区を包み込むように線路が設置されているため、急カーブが多い。アウトオブステーションインターチェンジェス。ロンドン交通局。 2012年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年4月1日閲覧。ABCD マルチイヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセー時データロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。 クリスマスカムズアーリー2マイダベールチューブステーション2009年12月4日、一般の観光客も手続きをすれば入れる。ありがとうございます。